こんにちは、農家です。今日の動画はズラちゃんにピアス開けていきたいと思います。ではレッツゴー。はい、ということで本日はピアス開け動画第2弾ということで、ズラちゃんのお耳を開けていきたいと思います。ズラちゃん耳多分3つ開いてるらしいんですけど、今回2個に動画分けるんですけど、1個目の今回の動画は耳タブロゴを開けていきたいと思います。イエイ。ということで、以前ですね、初めて私のね、ここのトラガスを開ける動画を出させていただいたんですけど、なんとそちらの動画がね、意外とこう見ていただいておりまして、今回はドゥラちゃんの耳タブ開けていきたいと思います。では早速ロゴを開けるために必要なものを用意していきたいと思います。まずですね、手はしっかり洗って、こちらのハンドジェルのアルコールで除菌しております。で、できたらその開けたいところの耳のらへんもちゃんと消毒しておくといいです。今回はね、ニードルを使って開けていきたいと思うので、16ゲージのニードルを用意しました。そしてニードルの後ろをね、こう当てがうための消しゴムですね。消しゴム、コルクとかでも大丈夫です。で、あとはマーキングをするためのペン、これもアイラインとか何でも大丈夫です。刺す前にニードルをぶっ刺す、こちらの軟膏ですね。こちらも何でもいいんですけど、滑りを良くするために軟膏を使います。これをね、使った方が接続がうまくいきます。そしてこちら、今回は私の大好きピアスはね、ここでいつも買ってます、ルピスさんでドゥラちゃんも買っていただきました。こちらが16ゲージのゴールドのストレートバーベルなんですけど、なんと落ちた、税込み143円です。そして私はね、前回の動画で確かに言うのを忘れてました、保冷剤でね、ドゥラちゃんはしっかり耳を冷やして感覚をね、失いたいそうなので保冷剤使っていきます。私はね、これなくても正直痛くないと思ってるんですけど、まあ痛みにね弱い方とかはこれでしっかり冷やしておくといいと思うので、今回はちょっと冷やしてもらいたいと思います。ではまずはドゥラちゃんに開けたいところね、マーキングしてもらいます。はい、ここに印をつけたそうです一言つけたそうです。ここにマークつけてくれました。ここにマークつけてくれました。で、ここ2つがもともと開いてるみたいなのでね、多分3連やんな。そうです、ね、開けていきます。保冷剤で冷やしてもらってます。ようやんな、冷やさず。じゃあ私はこの間にこのピアスちゃんをね、消毒していきます。これが16ゲージのニードルです。ミントコ軟膏にぶっ刺します。えい、こんな感じ、いきます。はい、貫通しました。痛い。まあ痛くもない、なんか、はい、奥まで突っ込みました。痛くない、うん、このニードルのね、先っちょが危ないので肌に当たったりするので、こっちは最初についてたカバーをつけると安全です。へー。じゃあ接続していきます。同じサイズになるとぐらつくので、そーっとニードルを引っ張りながら、スーッと、ちょっとだけ接続のとこ痛いかも、スーッと押し込みます。はい、こんな感じでまっすぐ開けれましたので、あとはキャッチつけていきます。そんな痛くなかったそうです。めっちゃ早かったから痛くなかった。接続ちょっと痛かった、大丈夫。え、でもなんかノータの手があったかかったから痛くなかった。何それ癒してたんじゃないの。長めなんですけど、このぐらいにしといた方が、もし腫れた時とか産んだ時とかキャッチが埋まっちゃったらね、病院沙汰なので、このぐらいがいいかなと思います。安定してきたらね、もうちょっと短くしても可愛いんじゃないかなと思います。はい、ということで耳タブロブを開ける動画でした。第2弾の動画ではドゥラちゃんの軟骨開けていきたいと思いますので、よかったらそちらも見てください。以上、農家とドゥラでした。バイバーイ。バイバーイ。